はい、関口洋次郎さんの昭和20センチです。お願いします。はい、後半戦もですね、柄のいい声、質のいい声たくさん揃っております。今年は結構当たり年でですね、例年になくですね、揃っております。幼魚品評会や若鯉品評会でも関口さんのこの同じ兄弟がたくさん、入賞しておりましたので、やっぱり今年は当たり年だと思いますし、ここ、何年間たくさん受賞もしている、そんな関口さん、見ていただいた通りですね、今回もなんですけども、ちゃんとこのコンテスト用に、魚を準備してきておりました。決して売れ残りとかそういった行為ではございません。この柄を見ていただければ分かりますよね。本来ならばジャンボにして大きくしていきたいような行為なんですけども、ちゃんとこの20センチぐらいでですね、準備をして前もってですね、このコンテスト用にと準備しております。もちろん来年もということですね、いつも準備しておりますのでね、ちゃんとこういった上質な、素晴らしい模様の行為が残っておりますね。冷静に見るとめちゃくちゃこれも実はいい模様なんですよね。なかなか普通なら伸ばしたり、そんな鯉です。で、今年のこだわりである、ちゃんと両元グロがあったりとか、この鯉ちゃんと両手にあったりとかですね、ちゃんとこれよく見ると鼻先に墨持ってたりとかですね、する鯉を選んでおります。まだ色揚げ食べてないので、この鯉も色は薄いですが、これから、赤くはなりますし、で今年のポイントである、このちゃんと一部分が墨が出ているっていうこと、このように一部分でも出ている鯉はですね、他の鯉より出やすいということがありますので、このように一部分出ている鯉などはたくさん選んで良いものを選んでおります。はい、どうでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。